バッファローメトロレールはアメリカ合衆国ニューヨーク州の都市バッファローで運行している路面電車。地下区間を有するため地下鉄として扱われる場合もある。バッファローの公共交通機関組織であるナイアガラフロンティア交通局が運営する。1979年から工事が始まりダウンタウンバッファローに最初の路線が開通したのは1984年5月20日であった。 その後、1985年5月20日には地下鉄線がラサール駅まで開通し、1986年11月10日にはニューヨーク州立大学バッファロー校の最寄り駅である大学駅まで延長した。開業当時、平用軌道区間はトランジットモールとされ、自動車の乗り入れが制限されていたが、ダウンタウンバッファローの主要道路の混雑を解消するため、 一部のビジネスグループからは制限の解除が要請されていた。それを受け、2008年以降は再度自動車を通行可能とするプロジェクトが実行され、2013年以降一部の電停の廃止を含めトランジットモールの撤廃が進んでいる。2017年1月9日にはアマースト電停から分岐し、コブルストーンへ向かう支線建設計画が発表され、 2018年に建設予定地の環境審査のための予算が承認された。実現すれば1986年にメトロレールの路線網が完成して、以来初の路線延伸となる。なお、メトロレール開業以前のバッファローには、馬車鉄道や路面ケーブルカーが存在し、1890年以降は順次路面電車やインターーバンへと置き換わったが、1940年に、 バスへの置き換えが決定し1950年7月1日をもって廃止されている。大学駅からアレン医療キャンパス駅の間は高床式プラットフォームの近く間を走る一方、バッファローダウンタウンに敷かれたファウンテンプラザ駅からスペシャルイベント駅の区間は地上の併用軌道となり、プラットフォームも低唱式である。2016年11月7日時点で平日土曜、 日曜、祝日の3種類のダイヤが存在する。沿線のファーストナイアガラセンターやカナルサイドでイベントが行われた際は臨時列車も運行する。運賃の支払いに関しては信用乗車方式を採用しているが、平用軌道区間の運賃は無料となっている。バッファローメトロレール開業時に導入された車両。 日本の東急車両製造で作られ、1983年に完成した2両の試作車以降、計27両が導入された。最高速度は時速 80km だが、平用軌道区間は最高速度時速 24km で走行する。片側3扉の両運転台車両で、単行運転も可能だが、通常は2両編成で運行されており、ラッシュ時には3両編成。 イベント時には4両編成も組まれる。扉の下側には折りたたみ式のステップが設置されており、低床式プラットフォームが設置されている、併用軌道区間で用いられる。ふタから提示された厳しい騒音規制に対応するため、制御方式として騒音が少ない、サイリスな直波制御方式を採用しており、高加速、高減速を特徴とする。 2006年には監視カメラなど、車内の安全性の強化、ブレーキシステムの改良、内装の更新、扉部を含めた、車体修繕などの大規模リニューアルの実施が発表された。更新が行われた車両は、更新前の車両との連結が不可能となっている。改造は、アンサルドブレーダーによって行われ、当初は、スケネクタディのスーパースチールの工場で実施される。 予定であったが、2009年4月に工場が閉鎖したため、ホーネルのグレー機械工場での実施に変更された。その影響で予定は4年も遅れ、更新プロジェクトの費用も当初の4000万ドルから4500万ドルに変更された。最初の更新車が運転を開始したのは2012年3月10日である。1990年にはダイクリーブランド、 地域交通局から12両の PCC カーを譲り受けし、当時計画されていた、トナワオンダ方面への支線への導入が予定されていた。しかし支線建設計画は中止となり、車両は2003年にブルックリン歴史鉄道協会へ再上とされている。ありがとうございます。